レー配備計画関連のニュースが相次ぎました。佐賀県議会は24日、佐賀空港への自衛隊新型輸送機オスプレイ配備計画に関し、議論促進を求める決議を自民党や公明党などの賛成多数で可決しました。県議会は2010年3月に普天間飛行場移設先として佐賀空港が浮上した際、自衛隊と共用する考えは持っていないとの覚書の文言を論拠の一つとして全会一致で反対を決議しました。しかし今回の決議では安全保障環境の変化を理由に議論を容認する内容を盛り込みました。討論では県民ネットワークの江口議員が現地調査に反対している漁協の思いを逆なでする、決議は拙速、共産党の武藤議員が漁協や住民は協定の約束を守れと言っている、提案すること自体圧力をかけることになるなどと反対を訴えました。また配備計画に反対する地元住民らが3月27日絶対反対決起集会を川添中学校体育館で開きました。およそ1500人が参加し、自衛隊との共用を否定した佐賀県と県有明海漁協の公害防止協定の遵守や配備計画の撤回などを求める決議を採択しました。3月28日には防衛省の藤丸政務官が講演の中で、本年度予算106億円のうち空港西側の用地取得費に14億円、移転保証費に1億9000万円を計上していることを話しました。防衛省の現地調査を拒否している県有明海漁協の徳永組合長は政務官に対し、自分たちだけで何でもできると思っているのか、やればやるほど逆効果だと不快感をあらわにしました。佐賀市の秀島市長は、アセスの対象から外すために段階的に用地を取得するとすれば、環境の考え方からしてもおかしい。文書回答との矛盾も感じる。何を信用したらいいのかという気持ちになると不信感を口にしました。